が、不安定な挙動をですね、ここを通過することによって、これ模擬しております。このタイヤのですね、スリップさせるローラーがあります。これによってですね、凍結路だとか雪道、こういったところのですね、悪条件をここに作り出しております。このフォレスターから搭載しております X モード、これ本格、SUV とですね、匹敵するような走破力を持った機能になります。ここをですね、皆さんの方にちょっとご覧いただきたいと思います。はい、車両が進入してきますと外角はですね、浮いてきます。浮いてきて、なおかつですね、こういうスリップしやすい路面、ここにこの状態が一番ですね、車両の挙動が乱れつつ、なおかつスリップしやすいシチュエーションになります。ここからですね、この本格 SUV に匹敵する X モード、この機能を使って、走行してみたいと思います。どうぞ。はい、スリップをですね、いち早く検知して、はい、車両を前に進めていきます。このようにですね、車両がですね、タイヤが大きく浮いたとしてもですね、安心して、走行することができます。この崖をですね、降りてみたいと思います。子供よりもすごい。はい、それではスタート。結構あれだろうね、垂直だろう。ちょっと路面がですね、濡れておりますので、普通ではですね、こういった路面を降りるときには非常に怖い思いをするんですけれども。